戦艦ヤマトがアメリカ軍の攻撃を受け沈没してから昨日で79年を迎えました。ヤマトを直接知る元乗組員はもうわずかしかいません。私たちはヤマトが最後を迎えた特攻作戦の3ヶ月前まで乗艦していた元乗組員の男性を取材しました。ヤマトが残したものは何だったのか、その証言に耳を傾けてください。昨日呉市であった戦艦ヤマトの追悼式、参列者はおよそ250人、高齢となった遺族らが祈りを捧げました。1945年4月7日、沖縄に向け片道の航海に出たヤマトはアメリカ軍の猛攻を受け、鹿児島県沖の海底に沈みました。乗組員3332人のうち生還したのはわずか276人、若者ら3056人が帰らぬ人となりました。父と本当にゆっくり話して、父とお酒を酌み交わすような時まで父に生きててほしかったなと。遺書にも書いてあるように、まあ、自分たちが行って死なんとこの戦争は収まらないということを書いてありますから。79年前、多くの乗組員が帰る見込みのない最後の航海に出撃し、ヤマトと運命を共にしました。ヤマトを知る人が兵庫県淡路市にいます。ヤマトが沈没する3ヶ月前まで乗艦していた元乗組員の石上清文さん、98歳です。ヤマトへ配属されたのは1942年、16歳の時でした。まあ嬉しいというか、もういわゆる夢心地だね。選抜やからね。自分の力で乗れるもんでないから。軍歴記録で兵隊に行った時の記録。石上さんの軍歴記録です。1942年3月6日ヤマト乗組を命ずと記されています。呉市で建造され、太平洋戦争が始まる直前に浸水したヤマト、全長は263メートル、技術の粋を集めた世界最大の戦艦は無敵の不沈艦と言われました。それはもうびっくりしました。なんと大きな島と感じましたね。ヤマトが沈む時は日本がなくなるというぐらいの、 それくらい言われてましたからね。石上さんの役割は信号員、手旗信号などで味方の船と連絡を取り合う任務に当たっていました。記憶に鮮烈に刻まれているのは1944年10月、フィリピン周辺の海域で日米両軍が大規模に衝突したレイテ沖海戦です。一発で戦艦一隻を沈めるとの話が伝播されていた46センチの主砲、石上さんはその発射の瞬間を目の当たりにしました。買ってみたって音はそれはもうすごいですよ。その 爆風というかね、呼吸が止まるぐらいグッとくるからね。 爆風というのがね、それはすごいです。世界最大の主砲が敵艦に向けて発射されたのは、これが最初で最後でした。この時戦いの主体はすでに航空戦へと移っていました。ヤマトは空に向けて機銃を掃射するなど応戦しますが、石上さんは戦力の差を感じていたといいます。対空してこないということを知ってるわけだからね。向こうは
力いっぱい近づいてくるわけですからね。それがまあ残念というわけやな。レイテ沖海戦ではヤマトの乗組員およそ30人が戦死しました。石上さんは水槽に立ち会い早々のラッパを吹いたといいます。看板から静かに流すというか一番低いとこからねショックを与え、まあ、体にショックを与えないように流すというのがこれが水槽ですわね。悲しみの一言ですよね。そして1944年12月海軍航空学校に入校が決まり2年9ヶ月上官した大和を降りました。沖縄特攻作戦の3ヶ月前のことでした。1945年4月1日アメリカは50万人を動員し沖縄に上陸します。大和を主力とする部隊に命じられたのは沖縄を取り囲む敵国艦隊への攻撃、生還を期することのない特攻作戦でした。4月6日大和は山口県徳山港から出港。翌日の昼過ぎ鹿児島県の沖合でアメリカ軍の攻撃にさらされることになります。その最後を知る元乗組員がいます。3年前に取材した西田光吾さん。特攻作戦に参加し奇跡的に生還した乗組員の一人でした。200ぐらい来た大和200来て見られが弱いしな。ほいで来た200来な。ほいで左攻撃を主に爆弾を落としてな左へ傾いて上空からの爆撃に加え魚雷も次々に命中。午後2時23分大和は沖縄にたどり着くことなく沈没しました。乗組員の9割以上3056人が亡くなりました。その多くは10代から20代の若者でした。まあえらい戦争やったな。今から思ったら西田さんは2021年11月に亡くなりました。そして去年生還者の最後の一人もこの世を去り大和の最後を知る人はいなくなりました。多くの若者が海の藻くずと消えたあの日から79年、遺族の思いが色あせることはありません。長かったですね今日までね。本当に戦争はいけないですよね。本当にもう世界でも今まだあるんですけどどうしてかなととても深く辛く思います。知ってる人は大和の元乗組員石上さん。訴えるのは戦争の愚かさです。勝っても意味ないし負けたら損やしという そんだけのことやもんね。戦争やこというものはそんなバカなことをねそれしかないわね。無敵の不沈艦と歌われながらその進化を発揮することなく沈んでいった大和。多くの若者の命が奪われた惨禍を繰り返してはいけない。悲劇の最後を迎えた大和が残した教訓です。
大和を知る方の生々しい声を聞くと、本当に戦争は残酷で悲しいと思いますし、やっぱり素晴らしい技術っていうのは平和のために使わなきゃいけないなって思います。そうですよね。でまたその技術といっても、もう VTR にもあったように、当時も大韓巨砲主義というのは終わろうとしていたわけで、だから指導者がそこを見誤ってしまった、そしてこれを止められなかったということですから、もしかしたら救えたかもしれない命なんですよね。そういった意味でも大和というのはやはり太平洋戦争の象徴と言えるかもしれません。